こんにちは、モシオです。今回は今月に無料配信されたネオジオのゲーム8本をざっと紹介しながらプレイするという動画です。 Amazon プライムゲーミングで無料配信されているネオジオのゲームですね。途中までコミュニティ掲示板で配信状況をお知らせしていたのですが、今月後半はあまり余裕がなくお知らせすることができなかったため、今月配信分をまとめて紹介させていただくことにしました。ネオジオのゲームが無料配信、 Amazon プライムゲーミングって何？という方には、過去に Amazon プライムゲーミングについてまとめた動画があります。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご参照ください。今月配信になった無料のネオジオゲームは、特典王、サムライスピリッツ天草降臨、ロボアーミー、ラストリゾート、ASO2、ファイアースープレックス、キングオブザモンスターズ2、風雲スーパータッグバトルの8本ですね。それぞれ2分ちょっとの映像にまとめてありますので、よろしくお付き合いください。それでは1本目から。1本目は得点王です。サッカーゲームですね。アーケード版の得点王は92年に SNK からリリースされました。現在ではかなり高度なサッカーゲームが出回っていますが、本作は90年代前半の作品ということで、グラフィックこそ凝っているものの、スーパーファミコンなどで発売されていたサッカーゲームと似た雰囲気があります。使用するボタンは2つだけで、 A ボタンがロングパス、シュート、スライディングとなっており、 B ボタンがショートパス、タックル。ファールは一応存在するものの、滅多なことではファールとはならないため、ディフェンス時にはスライディング、タックルし放題です。リアルではありませんが、アーケードゲームらしく気軽に遊べるのがいいですね。2本目はサムライスピリッツ天草降臨です。96年リリースの対戦格闘ゲームです。サムライスピリッツシリーズでは、初代覇王丸地獄編、ザンクロー無双剣に続く4作目で、当時セガサターンやプレイステーションにも移植されました。本作の時代設定は3作目であるザンクロー無双剣の後、2作目の覇王丸地獄編より前なんだそうです。各キャラクターごとにライバルキャラクターが設定されているのが特徴で、そのライバルキャラクターが最終ボスとなります。システムは前作のものを踏襲していますが、怒り爆発、連斬などの新システムが追加され、一撃必殺というよりはコンボゲーに近い味付けになったと言われています。個人的には比較的よく遊んだのは初代で、そこで知識が止まってしまっているので、あまりうまくコンボを生かすことができませんでした。いざ尋常に、1本目勝負。
ざ尋常に一本目勝負。3本目はロボアーミーです。91年リリースのベルトスクロールアクションゲームです。ヘルジードと名乗るロボット軍団の手から平和を取り戻すため鎮圧と破壊へ向かうというストーリーで、登場するほとんどのキャラクターがロボットとなっているのが特徴です。操作はレバープラス、パンチ、ジャンプ、パワー攻撃の3ボタン制。ロボット主体のベルスクという魅力的な設定で、グラフィックやサウンドの出来も良いのですが、どうにも難易度が高いんですよね。スタート時の主人公の体力は5メモリ分あって余裕がありそうに見えますが、敵のちょっとした攻撃でみるみる減ってしまいます。軸をずらしながらの攻撃も当てるのが難しく、うまく進めるには相当練習が必要になりそうです。4本目はラストリゾートです。92年リリースの横スクロールシューティングゲームです。とてもグラフィックが美しいゲームですが、横スクロールシューティングはネオジオ初だったようですね。 SNK はアイレムやカプコンから移籍した方が多いと聞きますが、本作はグラフィックもシステムもどこか R タイプに似た雰囲気があります。操作はレバープラス、ショット、ユニット固定の2ボタン制。アイテム取得で装備されるユニットと呼ばれるオプションの存在が肝となるシステムで、オプション装着時は追従か固定が選べ、オプションごと発射するため撃ちも可能になります。ネオジオのゲームとしてはそこまで難易度が高くないのもいいですね。これが無料で遊べてしまうとは、なんともありがたい話です。
5本目はエース O2 ラストガーディアンです。91年リリースの縦スクロールシューティングゲームです。85年にリリースされたエース O の続編です。前作は縦画面のゲームでしたが、本作はネオジオ作品ということで横画面になりました。前作同様、ゲーム中にアイテムとして登場するアーマーのパーツ、ヘッド、左ウイング、右ウイングを集めて保持使用するシーンを考えながら戦うのが特徴となっています。アーマーの種類は全部で11。揃えている途中で別の種類のアーマーパーツを取ってしまうとリセットされてしまいます。11種類もあるアーマーに加えてポイントというアイテムも出てきますので、ルールを全く知らないと少し混乱してしまうかもしれませんね。事前知識なしでプレイするのはやや無謀かもしれませんので、初めてプレイする方はルールと操作方法を確認しましょう。6本目はファイアースープレックスです。93年リリースのプロレスゲームです。龍虎の剣画廊伝説2に続く100メガショック第3弾で、それまでのプロレスゲームと比べるとグラフィックや演出が凝っていて迫力があり、戦う舞台もリングだけでなく工場や電流マッチも用意されていました。まだギリギリおおらかな時代だったのか、グレートムタそっくりのキャラクターも登場します。操作はレバープラス、パンチ、キック、ジャンプ、フォールの4ボタン制ですが、組み合った際はボタン連打で勝った方が技をかけられるというやや古いシステムです。ほぼボタンの連打で勝敗が決まるシステムなので、当時のゲームセンターでは良かったかもしれませんが、連射機能付きのコントローラーを使ってしまうとゲームバランスが崩れてしまうかもしれませんね。Give up.
7本目はキングオブザモンスターズ2です。92年リリースのアクションゲームです。前年にリリースされたキングオブザモンスターズの続編です。前作はプロレスのようなゲーム内容でプレイアブルキャラクターも6体でしたが、本作はベルトスクロールアクションのような形式になり、プレイアブルキャラクターは3体となりました。操作はレバープラス、パンチ、キック、ジャンプの3ボタン制です。いずれかのボタンを長押しして離すことで必殺技を出すこともできます。ベルスク風のゲームになり、グラフィックが強化され迫力も増したのは良かったのですが、難易度が高いんですよね。特に組み合ってしまうとかなりの確率で敵に技をかけられてしまうのはどうかと思いました。8本目は風雲スーパータッグバトルです。96年にリリースされた対戦格闘ゲームです。前年にリリースされた風雲黙示録の続編です。当時は移植機会に恵まれなかった作品で、リリースから10年以上経った2007年の PS2 版まで移植作品がなかったようです。なぜかネオジオ CD 版もなかったんですよね。本作はタッグバトル制で、どちらか一人の体力がなくなった時点で勝負が決まるのが特徴となっています。一回倒されただけでそのステージの勝負が決まってしまうことに加えて、キャラクター交代は画面中央の決められたエリアでしか行うことができないので、なかなか緊張感があります。操作はレバープラス、弱パンチ、弱キック、弱武器、選手交代の4ボタン制で、レバーを前に倒した状態でそれぞれの攻撃ボタンを押すと強攻撃になります。全体的に渋い感じのグラフィックで、かっこいいゲームですね。Are you ready? Sure! Be Are you ready? Yeah! Beat her!
いかがでしたでしょうか。 Amazon プライムゲーミング最高ですね。ネオジオのゲームはここのところ毎週2本ペースで追加されていっています。先月はシステムが統一されておらず、一部のゲームがドットエミ提供の少し扱いづらいシステムだったりしましたが、今月は全て最新のシステムで統一されていました。今後もこの調子で追加されていくといいですね。ゲームの方はいかがでしたでしょうか。感想などございましたら、ぜひコメントいただければと思います。それでは、また。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。